強化軟禁縛りを行いたいと思います。お願いします。手を左手を逆に持ち、下から輪を作って左手で取ります。このできた輪をロープの後ろ側から回し、左手の手首を反転します。この反転したこの指の中にこの輪を引きずり込んで、ここでバタフライノットという輪を作ります。その輪の中にロープを入れてフックにかけます。あとは一緒です。で、またロープを輪を作って引きずり込むという。危ないともしたらもう一度ここにかけて、これで囲まれます。以上です。ありがとうございます。